クシキバラの聖母とは、聖母の呼び名の一つ。クシキバラは、聖母、マリアの連邦に含まれる呼び名で、ローザ・ミスティカとも呼ばれる。1947年イタリアのモンティキアーリに住む、看護師、ピエリーナ・ジリの下に、聖母の出現が頻繁に起こったことによる。聖母マリアから毎月13日を、聖母の日として、毎年7月13日を、 くしきばらの聖母を称える特別な日として祝うように伝え、その出現がモンティキアーリとフォンタネッテで起きたことから、この2箇所で起きた聖母の出現をこう呼ぶようになった。このうちモンティキアーリでは地元の司教による認可が下りている。全人類、特に聖職者に対する過護や恵みの取り次ぎが多い。教皇、司教、司祭、男女の修道者、 そして神に封建されたすべての人が特別な保護を受け、自分の召し出しを忠実に、果たして聖なる生活を送ること、召し出しの増加、召し出しを捨てる人の減少、そして、聖職者を偉大な生成に導く恵みを取り継ぐと、される。1947年の春に生まれ育った、モンティキアーリの病院で看護師をしていた彼女のもとに、クシキバラの聖母と名乗る聖母の出現があった。 この時の出現は、ピエリーナの勤務先の一室で起き、紫色のドレスに白いベールをかぶった床を涙で濡らす女性がいた。その女性の胸には大きな剣が3本刺さっていた。同年6月13日に病院にて2度目の出現が起きた。前回と同じ女性が白いドレスで3本の剣の代わりに白、赤、黄金のバラをつけていた。 ピエリーナが身元を尋ねると、その女性はイエスの母であり、全人類の母であると答えた。また神がすべての修道院、修道会、修道者、教区司祭のために、新人業をもたらそうと自分を送ったことを話し、毎月13日を聖母の日として祝うこと、及び毎年7月13日奥式バラの聖母を称えるようピエリーナに伝えた。 10月22日にモンティキアーリの病院の礼拝堂で大勢の医者や病院職員、その町の人々の前で3度目の出現があった。聖母は新人業が行われるように重ねて訴えた。これは1947年11月16日にモンティキアーリの教会で起きた4度目の出現でも繰り返し1947年11月22日の5度目の 出現では12月8日の正午に再度出現することを約束した。聖母が出現を事前に話したのはこの時だけだった。12月7日、教会で6度目の出現があった。3人の聴衆の中には、ピエリーナの調剤司祭もいた。聖母は白いマントを着ており、白い服を着たジャシンタとフランシスコを連れていた。そこで、改めて新人業を行うよう告げた後、 ピエリーナと、ある秘密を共有し、それを話す時期についても伝えた。12月8日には7度目の出現を果たした。ピエリーナの呼びかけに応える形で現れ、毎年12月8日の正午に、全世界のための恵みの時として祝福することを訴え、これを時の教皇である、ピウス12世に伝えるよう話した。ピエリーナは去りゆく聖母に祝福を依頼し、聖母は、 自分の願いを叶える人々を祝福すると返した。フォンタネッテでは、モンティキアリでの出現より10年以上後に起きている。1966年4月17日に起きた最初の出現では、井戸の上の小道を往復しながら、ロザリオの祈りを唱えるピエリーナの前に現れ、その湯水に癒しの効果を付与する奇跡を起こす。 1966年5月13日の2回目の出現では、ピエリーナが自分の発言を人々が信じないことについて聖母に相談し、奇跡を起こすよう頼んだ。そこで、聖母は前回彼女の手で二度触れた右側の泉を刺して、ため池の増設とのミミズの供給を依頼し、そこを恵みの泉と名付ける。そして、ピエリーナにこの地を訪れる病人に対して、 事前事業を行うよう伝える。6月9日、キリストの生体の祝日に3度目の出現があった。聖母は熟している小麦畑に降りてきた。聖母はこの小麦を生体のパンとして焼いて10月13日にファティマに届けるよう伝える。また同様に泉に屋根のある像を設置するようピエリーナに依頼し、その像を行列によって運び込むよう話す。 8月6日の4度目の出現では、同年の10月3日に、償いの生態配慮を毎年行う、よう依頼する。また小麦の一部を、教皇パウロ6世に送り、他をファティマに送って、聖母の出現と祝福を伝えるよう話す。残りの小麦は、フォンタネッテの井戸のところで、小さいパンとして配るよう伝える。司教の命令により、ピエリーナは、フォンタネッテ でいくことを1966年以来許されなかった。ピエリーナはこの命令に忠実に従ったにもかかわらず、聖母は他の場所で出現した。1968年10月12日の出現では、聖母はピエリーナに償いの生態配慮をすることと、井戸にてロザリオの祈りを捧げるよう伝える。1970年2月14日の出現では、人々に、 祈りと償いを求めるために出現する。ローザミスティカメダル1970年5月19日の出現で聖母はメダイのついた大きなロザリオを持っていた。聖母は自分が持つメダイを細かく見せ、そのメダイを作るよう話した。デザインは以下の通りである。1973年7月22日の出現はピエリーナの家の小聖堂にて起きた。 ピエリーナは、祈りや、供養の行いの内容を尋ね、聖母は、信仰や愛、賛美、願いの祈りやロザリオの祈りについて言及し、人間の食材の供養の実施を要求した。また、くしきばの聖母の名称の意味は、聖母の協力があることが花に象徴されていると述べた。また、ピエリーナが、教会の権威者たちの説得のために奇跡を、起こさないのかを聞くと、 すでに多くの奇跡を起こしていると述べた。1974年11月5日の出現では、聖母はマリアス受刑をする巡礼者たちの増加を強く願った。12月8日の出現で、聖母はピエリーナに巡礼に来て祈ることと大天使ラファエルに救いを求めるように求めた。1975年1月30日21時30分頃、ピエリーナが 自分の家の小聖堂で祈っていると聖母が出現した。聖母はピエリーナに時代の悪化と人々の保護を取り継いだことを語り、教会の上層部が教会を意のままに操ろうとしようとしていると語り、ピエリーナが人々の意向を取り継ぐことへの協力を約束した。4月8日午前6時25分頃ピエリーナが自分の家の小聖堂で祈っていると聖母が出現し、 聖母像が行列でフォンタネッテに運ばれていくことを喜んだ。当時の教区司祭の説明によると、聖母像は約2メートルの高さでチャペルに安置された。フォンタネッテに像が運び込まれた際に、聖母は出現し、恵みを与えることを約束した。ピエリーナの脳裏に浮かんだ、第三者による抽象に対して聖母は許すように言い、ピエリーナが事前に出現する際には言うように頼むと、 あくまで主の意志であるとした。またピエリーナは聖母から絵画を見せられた。5月12日の出現では像を自身の代わりであると聖母は述べた。8月31日の出現では巡礼像の一つがモンテキアーリに戻る際、聖母がジャシン・タマルトとフランシスコ・マルト及び大天使・ラファエルと数千の天使たちを従える姿をピエリーナは原始した。 1976年9月3日には午前と午後に、それぞれ出現があったが、午後だけピエリーナに祝福について話した。1979年6月12日の午後5時30分ごろ、ピエリーナ宅の小聖堂で聖母の出現があった。そこで、聖母は、ピエリーナに、巡回の聖母像に向かって祈る、人々の姿を見せた。 1983年3月24日午前8時頃、ピエリーナの自宅の小聖堂で、聖母は出現し、多くの司祭に囲まれながら、未来の姿として5つのドームを持つ教会を見せ、祈り続けることと自分がいつでもそばにいると伝えた。聖母は、毎月13日を聖母の日として祝う新しい聖母の新人業の前に、準備の祈りを唱えるよう言った。 この12日間にわたって行われる祈りにより、聖母を特別に崇敬する、修道会や修道院に溢れるほどの恵みと、偉大な聖清を取り継ぐことを話した。1975年5月12日の像の、巡礼中にある家で聖母の出現があり、聖母像と同じ姿をしていた。聖母は、自分が出現するときに、聖人や天使を伴うこと、巡礼する。 家の住人を祝福すること、また住人が没するときに傍らにいることを、ピエリーナに語っている。6月14日には各地を巡礼して回る、巡礼像を司祭が祝福していると、ごく短い聖母の出現で、聖母は祝福の言葉を送り、姿を消した。すべてのことが終わるとすぐに、ピエリーナがわずらっていた体の麻痺が消えた。この巡礼像は70センチメートルの高さで、 当初12体であった。聖母像は巡礼像として各地を回る。巡礼像については前日の通りであるが、これ以外にもピエリーナに特定の行動を求めない理由について、聖職者の尊厳や重要性の強調を理由として述べ、祈り続けることについて言及した。1947年12月8日、モンティキアリでの聖母の出現中に3つ以上の 奇跡が起こっている。複数の文書などで確認できているものは大部分が難病の治癒である。モンティキアーアリの教会以外でも多くの奇跡が報告されている。当時のプレシア氏のジャチントトレディチ司教は出現を調査するための調査団を任命した。だが、調査団の委員会のメンバーは出現に対し偏見を持っており、その任務を十分に果たしていなかった。 1949年から1971年まで、モンティキアーリの司教代理を務めたアバート、フランチェスコロッシは、ピエリーナの原始の正当性を確信している。教皇庁は、公式な見解を示していないものの、以下のように教皇が、個人的に祝福などを与えているケースがある。ありがとうございます。